はい、こんにちは、こうです。今日はね、道民の大分に来てます。毎度恒例のね、朝ごはんを紹介していく。前も言ったことあるけど、やっぱ道民院は安定してるよね。温泉もあり、朝食もあり、全部そこそこぐらいのレベルであるからね、いいよね。それではね、取っていく。やっぱ琉球っていいよね。よし、ちなみにご飯はなしです。それじゃね、いただきます。ごちそうさま。いやー、美味しかったですね。お腹いっぱいです。ここの道民院、大分の道民院っていうのは、大分名物の琉球、刺身の醤油漬けみたいなやつだよね。あれをね、たくさん食べれたり、まあ、鶏天があったり、鶏天とかね、唐揚げはまあ、ぶっちゃけ俺はどこでも食べれるから、あんまり思い入れはないんだけど、琉球食べれるっていうのはいいですよね。いやー、美味しかった。まあ、ただ今日はね、ちょっと昨日食べ過ぎたこともあって、ちょっと米類とか、それはね、抜きました。カレーも美味しそうだったけどね、俺、あんま椎茸ってね、そんな得意じゃないから、なんか、椎茸カレーっていうやつだったから、俺は今回はね、あんま取りませんでした。まあ、でも椎茸漬けは多分ね、あれ美味しいんだと思います。この道民院大分。大分駅から徒歩ね、2、3分のところにあって非常に便利。今こっちに見えてるね。左に見えてるのが大分駅で、もうほんと大分駅から徒歩2、3分のところにあるね、すごい立地のいい道民院なんで。それでいてね、道民院はそんな高くないってことでね、全国どこでもある一定のレベルっていうのがね、楽しめるっていうのでね、非常にいいと思うんで、まあよかったら大分に来た際はね、行ってみてください。そんなところかな。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。